はい、皆さんこんにちは、沖縄医療生協虹の広場です。今回58回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っています。今回は先週放送できなかった無料低額診療事業についてですね、やんばる共同クリニックの伊賀事務長にお話を伺うのと、あと辺野古の取り組みをですね、名護支部の豊島支部長にお話を伺いたいと思います。やんばる共同クリニックの事務長にお話聞きたいんですけど、はい、無料低額診療事業をやってるということで、まあ、やってるというか最近始めたということですかね。その辺 の、診療事業の中身というか、はい、その辺をもうちょっと説明をお願いします。無料低額診療事業というのがありますけども、まあ、こちらは社会福祉法に基づいて行われる事業ですね。はいはい、まあ、低収入で生活に困っているときに病気になったりとかですね、うん、あと経済的理由で必要な医療を受けられないというのがある場合には、はい、この患者さんが払う医療費の自己負担額ですね、まあ、3割だったら3割、はい、1割だったら窓口という窓口の負担、はい、病院とか診療所の窓口でお支払う自己負担についてですね、はい、無料とかですね、あとまたは定額ですから半額というような料金で医療を受けられるようにできる事業というのが無料定額診療事業になっております。はいはい、ヤンバルはいつから始めたんでしたっけ？ヤンバル共同クリニックはですね、申請をして始めたのが今年の10月の末からになります。去年ですね。2020年も一回やってるんですが、はい、途中で基準が満たされないので一旦なしになって、はい、1回は立ち上げたんですけど、2021年にもう一度伊賀事務長のところで申請してもらって、はい、昨年にですね、初めての申請をして、はい、不備ったらあるですけども、ちょっと足りない部分がありましたので、一旦戻してですね、はいはいはい、改めて今年また再度出して、ね、整えて、まあ、今年再申請して、県から、受理県の方に受理されまして、10月末から始まったということになります。うんうん、今その利用というかそういった方は今のところいますかね？いや、まだ今のところは、うん、依頼状況です。うん、2020年1例経験したんですけど、はいはい、その方は心療内科的な問題を抱えてるんだけれども病院に行けないっていうようなことで、うん、こちらでその相談に乗ったんですが、はい、3ヶ月ほど通ってやっぱり心療内科の先生にちゃんと見てもらった方がいいということで、はいはい、紹介しましたら、はい、そちらの方で自立支援を取って治療ができるようになった。違う制度で、はい、違う制度で治療を続けられるので、はいはい、まあ、そういう橋渡しとして、ね、やっています。はいはい、それでまたね、他のところにつなげられたら、はい、いいですよね。はい、クリニックではないですけど支部ですかね、支部とか、北部のブロックですかね。そうですね、相談活動してるっていうのを聞いてますけど、暮らしの無料相談っていうのがありまして、はいはい、この間、昨年からちょっとコロナ禍の中で、しばらく休みしてましたけども、はい、緊急事態宣言が明けまして、うんうんうん、改めてまた再開するということで、やんばる共同クリニックだと医療生協の北部のブロックの支部ですね、各支部、名護支部、名護北支部、矢部支部ですね、うんうん、協力しましてですね、こちら予約制にはなるんですけども、はいはい、毎月第1火曜日、第3火曜日の午後3時から第1火曜日にやってるんですか。第1火曜日と第3火曜日の午後3時からですね、その北部にもブロック事務所というところがありますので、はいはいはい、まあ、そちらの方で医療や介護とか暮らしのですね、はい、無料相談というのをやっております。事前に予約が必要になりますので、やっぱり共同クリニックの方に、はいはい、先に連絡お電話いただいてですね、はい、予約を取っていただくという形になっております。電話番号は、はい、ヤンバル共同クリニックですね、はい、電話番号が
0980-52-1001 ですね、はい、ちょっと医療とか、まあ、介護とか困った方っていうかそういう感じです。まあ暮らし全般っていうことですかね。そうですね、はい、そこで組合、主婦の方々がお話を聞いたり、またクリニックの職員がお話を聞いたりという無料相談を行っておりますので、もし何かありましたらご連絡いただきたいと思います。連絡していただいて相談を受けると乗ってくれるということでよろしいですかね、はい、ありがとうございます。今日はもうちょっと時間短いんですけどね、もうこれで終わりたいと思うんですけど、まあ、島津所長とですね、東事務所どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、少しお知らせ入ります。はい、沖縄医療生協虹の広場を引き続きお届けします。次にですね、豊島さんのお話を伺いたいと思いますのでお願いします。はい、じゃあこんにちは。こんにちは。今日豊島さんにですね伺いたいと、まあ、辺野古のですねいろんな取り組みなんですけど、まず豊島さんに自己紹介お願いいたします。はい、北海道生まれ、北海道育ち、北海道、はい、北の果てですよね。北から南まで来たんですね。65まで北海道で暮らしていたんですが、はいはいはい、高江に、はい、標的の村という、ね、ああはい、僕出てるんですよ、標的の村。あ、そう。座り込みのところに。なるほど。一秒ぐらい映るんですけど。あれを北海道帯広の十勝というところで、はいはい、教職員組合の人たちと一緒に、うん、6カ所、5カ所、6カ所とぐるっと回ってきた関係で、はいはい、うん、60から65まで、沖縄、主に高江に通っていたんですよ。あ、なるほど。5年間辺野古のさらに北の東村ですね。そうですね。はい、でその後名古屋に住もうということで、65から名古屋市民に引っ越しました。すごいですね。今支部、どこの支部でしたっけ。名古屋支部、名古屋支部の支部長、あ、はい、支部長しておりますということですよね、はい、すごいですね、北海道からね。いろいろじゃそういった活動をするために。そうですね、やはりやっぱり辺野古と高江が僕の頭から離れないので、はいはいはい、まあ、大したことはできないんだけど、何かね、うん、少しでも役に立つことがあればということで、はいはい、こちらに来ました。すごいですね、そのなんていうか決意というか。まあ、いやいや、でも妻ももう先に向こうの世界に行ったん で、はいはいはい、で子供たちは僕のことをもういつでも好きなことばっかりやってもクソ相手って思ってると思った。だから出るにあたってはもう別に、ね、全然誰にも気兼ねなく、うん、はい、これで嫁さんでもいたら大変なことになると思うんですけど。あ、なるほど。でも自分の意思でもう動けると。はい、はいはい、ありがとうございます。豊島さん、まあ、休みの日、まあ、休みというかもずっと休みなのかよくわかんないですけど、うん、趣味とかね、
そういったのがありますから、趣味とか。これは話したらもうこれだけで3分かかりますよ。僕は先ほど、先ほど言ったように、その実は、教師をやりながら、はいはいはい、映画館も持っていたんですよ。映画館も持ってたんですか。はい、そう見るっていうのはあるんだけど、持ってたって。その見る、自分が見るっていうのはね、うちのやつも、あんたが東京行こうが札幌行こうがどこで映画見てもいいと、はいはい、ただし映画を上映するのだけはやめてくださいって言われていたんですがついに持ったんですか。持ってしまいました。あの全国にシネコンがね、那覇もシネコンがたくさんありますが、シネコンが来るってことがはっきりしちゃったら、地元の映画館がみんな潰れるか閉めてしまうんですよ、はいはいはい、で帯広も、うんうんうん、シネコンが来るっていうことで閉めるんですよ、はい、地元の。でそのうちの一環を家賃を払って自分のビルであったら壊して殺人にして、はい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 、ホテル作ればいいんですけどね、うんうん、一貫だけ家賃を30万払って運営していたところがあってね、はいはい、もう古臭いところなんですけど、うんうんうん、でそれどうって夏に言われて、うちのやつはみんなに相談したら、何言ってんなんてバカだねって言われて全員もう反対食らったんだけど、12月にオープンしました。オープンした。だからその話はやめましょう。はいはい、まあ、長くなりそうですね。もうこれだけで終わりそうです、ね、それだけでも映画の話で終わり。ありがとうございます、はい、すごいこれな、まあ、これいつか機会改めて、はい、また聞きたいと思います。ごめんね、事務所の出番。はい、ありがとうございます。一旦ですね、またあのお知らせ入ります。経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。まあ、本題に行きますけどね、はい、昨年11月ですね、医療生協で、まあ、取り組まれたあの辺野古の座り込み連帯集会なんですけど、 そうですね、そのお話でも少しお願いできますか。はい、今は非常事態宣言は解けたんですけどね、はいはい、あの頃はまだ、それが溶けたといってもまだコロナの感染が広がっていた時期ですので、平和委員会というかその中の方から、はい、医療生協の中からは、控えめに、取り組もうということだったんで、はいはいはい、私たちもそれなりの対応をしてきました。はい、で、いつも炭をいただいているんですけどね、はいはいはい、本当にありがたいというか嬉しかったですよ、はいはいはい、この座り込みの現地に医療生協が炭を、はい、通ってそうなんですね、取り組みですよね、はい、で炭っていうのは僕はあそこ行くとね、こんなドラム缶を切ったやつがあって、はいはい、あそこで炭、起こすんですけど、よくよく考えたらね、はいはい、炭缶やらがあった時で皆さんはね、寒い思いして、はいはい、戻ってくるんで、ね、そうなんです、そうなんです、テント村ですよね、はい、うん、そういう流れっていうかそういうね物語含めたものなんで、はい、本当に嬉しく受け取りました。うん、はい、そうか、豊島さんは、まあ、ヘリ基地反対協のメンバーでも
ありますからね、はいはい、代表になりました、はいはい、医療生協から、まあ、取りますそうですね、はいまあ、支部長ではありますけど、はいはいはい、受け取りました、ね、そういったねあの、まあ、医療生協のずっとね、うん、17年ですかねそうです17年目です、ね、この間やったのが、はい、ずっと取り組んでるということでね、はい、やっております、ね今最近ではあの辺野古の取り組み他の、まあ、団体も含めてなんですけど、どんな感じで取り組みしてるかちょっと、はい、たまたまね、はい、昨日の朝、辺野古の僕自身の高齢の、掃除に行ったんですよね、はいはいはい、でそしたらね、あ広島の定期的に掃除してるんですか、いや毎日掃除してるんですけど、はいはい、広島の高校生が、はい、これから来るよっていう話をね、はいはい、聞いて、ああじゃあねせっかくだからということで、あの最初の10分だけいただいて、はい、ご挨拶して、うん、僕は仕事場に戻ったんですけど、はいはい、でどうにかまた今まであそこにいてずっと手伝ってくれた人たちが、はいはい、皆さんあの、抜けてしまったんで、もう一回仕切り直しをしてる途中なんですけどね、はいはい、それでもこうやってあの高校生たちが来てくれたりしてる姿を見るとね、また私自身も元気もらえるし、はいはい、発信できるからいいかなというふうに思っています、はい、何年ぐらいでした？昨日は13人、13人で先生が2人と、はい、高校生も来るんですよ。そうなんですね、ちょうど休みに入ったから来やすい状況だったのかな、はい、かなと思いますね。この時期ちょっと冬休みですかね。そうですね、ではい、あとやはり辺野古はね、沖縄防衛局が、はい、あの軟弱地盤で、うんうんうん、全部そんなの埋め尽くすことはできないのに、はいはい、深いんですよね。深いんで90メートル超すんですよ、はいはい、でも日本の技術は70メートルしか埋めれないっていう技術で、じゃああと残った20メートルどうするんだっていうことについても何も答えず、答えない。で、もう他の学者たちはみんな実現できないって言っているんですよね、はいはい、でそれをあのデニー知事がどういうふうにね防衛局に対して、審判を下すのかというところがずっと私たちも、はい、気に病んでいたというか、はい、もういたんですが、はい、ね、これは認められないと不承認というね、うんうんうん、きっぱりとした、県としての立場を明確にしてくれたんで、はい、私たちもそれで一層ね、うんうんうん、頑張っていくと、はい、こんな違法な工事を続けさせるわけにはいかないということで、はいはい、玉城デニー知事のこの不承認を僕たちは支持するという今ね、一斉そういう運動を今やっているところ、はい、で別に沖縄だけじゃなくて東京もね他の都道府県でも皆さん取り組んでいただいて嬉しい限りですね、はい、あとあのいろんな、辺野古でその、まあ、大浦湾ですかね、新種がのね、はいはい、いろんなあの貝だとか、そうですね、いろんなのが見つかるという、はい、そういうね環境の面 で、 で、僕もカヌー乗ったり船乗ったりしてるんですが、はいはい、潜ってね、ダイバーの方々のもいるんですよ、うんうんうん、でその方々がこの間、サンゴの写真を撮ってきてくれたんで、はいはい、それを昨日から、テントの浜テントで貼りました、うん、あテントで、うん、で昨日の広島の子どもたちも、ね、はい、サンゴの写真を見せるとね、うん、わあ本当に素敵だ綺麗だってね、はいはいはい、そういう声聞かれていただいたんだけど、うん、だからそういうこともね、あのまあたかがテントなんですけどね、皆さん の、 あの知りたいということに応えれるように、うん、そういうね生きたものを含めて、ね、発信していければと思ってます。いろんな生物とかサンゴとか、だから、希望の海、希望の海、うん、ね、希望のスポット、うんうん、で日本ではね沖縄のこの大浦湾だけが希望の、スポットに選ばれたんですけどね、はい、でこれを毎日のようにその壊すっていうか、うん、はい、サンゴの移植の名のもとに
もう取っているサンゴに後ろにね、毒性を持つ糊をべったりつけて、うんうん、こう貼り付けて、貼り付けて、それはでっち上げですよね、うんうんうん、で、サンゴの学者によると基本的に人間と同じでね、知らない環境にもっと送ったってさ、はいはいはい、子供たちがうまくいくかどうかと全く同じだって言うんですよね、はいはいはい、違うところに移されて、そうそうそう、だからサンゴたちもね全く知らない環境、そうなんです、そうなんです、そうなんです、風の流れがどうか海の、ね、潮の流れがどうか、うん、ね、周りにどんな人たちがいるのかサンゴがいるのかっていうことも含めてね、はいはい、で全くその通りで僕もその通りだなと思って、うん、でも毎日、フロートがね一区画だけ空いてね、はい、そこから出ていくんですよ、うんうんうん、防衛局が雇った漁船が出ていってね、うんうん、その作業してるんだけどね、はいはい、そういうことを本当にやめてほしいですよね、うん、現実的ではないですね、もう現実的ではないっていうか、もういかにも私たちはサンゴを殺してません、守っていますってことを、守ってますよという、もうね、もうでも全くの嘘ですよ、ね、うんうん、もう怒りに震えます、毎朝その姿を見ると旅に、うんうん、はい、ありがとうございます、少しお知らせ入ります。はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。あとなんか先ほどね高江の、まあ、方に、ね、最初通ってたっていう話ですけど、そうなんです、ですから A パッドの状況もねちょっと、はい、やっぱり標的、僕も映画やってたんで、帯広で標的の村を上映したのを、はいはい、学校の先生方が見に来てくれたんですよね。それでこれを地域で上映したいという依頼を私が受けて、ぐるっと皆さんと一緒に回ってきたんだけど、で僕はその高井についてはね、その時は何も分かんないんですよ。映画で描かれた世界しか分かんなくて、あ、源さんの顔見たらあのスターみたいな源さんですねみたいな話をしたりして、あの高井で活動してる方が、はいはい、ですから、ただ高江のテントで僕が本当に一番、ここのテントは絶対僕も位置付けようと思ったのはね、はいはい、僕はちょっとそのかっこつける男じゃないんだけど、少し皆さんの中に黙って入っていける男じゃないんですよ。でテントがあって、でちょうど月曜日で、はいはい、大宜味村の救助の会の皆さんがいてね、で平恵子先生がいたり、はい、皆さんいるんですよね、はいはい、おばあおじいたちがね、おばあしね、でそうしたらね、おちさんという方がね、はい、ねえねえ、そっちの隅っこにいないでこっちおいでよってね、で僕別に拗ねていたわけじゃないんだけどね、はい、でそうやって声かけられて、あ、ずっと皆さんと一緒に話を聞いて、はい、それが僕にとってはそれがなかったらね、沖縄にいようって思い続けなかったし、はいはい、高江のテントに来ようって多分思わなかったと思った。そういった声かけられて、はい、それがだから高江で僕が得た一番の宝物、はいはいはい、で今は高江のテントに座り込んで、まあ、中断もあるけど、丸6年過ぎたんですよ。あ、もう6年、はいはい、で高江のおじいおばたちが座っていたのはね、7年なんですよ、はいはいはい、だから僕も今事務局長、お前高井なんかもう行くなよとか変なこと言われるんですけどね、はい、僕にとっては沖縄の戦いは高井なんですよ、僕にとって、まだ、はいはい、今でも、はいはい、原点なんですよ、そうなんです、ですから、
せめて大きみの皆さんが、ね、座ってくださって僕を引き上げてくれたように僕もあと1年はね、はいはい、何が何でも座っていこうかなって思ってみたんです、ね、でその関係で平恵子先生を北海道初めて北海道の帯広に来てもらって、はいはい、講演会やってもらったり、やっぱり橋渡しはしなきゃなんないからってずっと思っていたんで、はいはい、そういうこともしてきましたしね、北海道にまでつないだんですね。そうなんです、はいはいはい、せっかくだからね、あの帯広だけでは申し訳ないから小樽のね、あの運河沿いでも歩いてもらったり、ね、はいはいはい、小林武史の文学館を回ってね、武史が亡くなったあのデスマスクも見てもらったりしながらね、はいはいはい、来たんで、まあ、それなりの僕自身も改めてまた、はい、北海道のも取り組みとかそこも見てもらったという感じですかね、はいはい、ありがとうございます。あと時間ではありますけど、何か最後一言ありますか？早いですね、もう終わっちゃうわけ。早いですよ、大体僕こんな感じです。そうですか。辺野古の…まだ時間あるのか、まだ。はい、あと2、3分はありますね。そうですか。やはりその自分の目で確かめてほしいですね。辺野古に来てほしい。いや、例えば高井でもどこでもそうなんですよ。はいはい、家島でもそうですし、うんうん、自分の目で見て、でもちろんもう時代がね50年も70年も経っていれば面影はないかもわかんないけど、そこに追体験できるような行動をとっていただきたいな、はいはい、そしてあのおじいおばたちがどんな思いでね座って座り込みしているのか、ね、でそういうものを実際見ていただけたら嬉しいな、現場に来て感じてほしいということですかね。そうですね、やっぱり何かのものを読んでということはもちろん大切なことなんだけど、はい、で僕なんかもそのおじいやおばたちのもう姿を見てるだけでもね、なんか涙が出そうになったんでね、情けない男なんだけど、でもそういうものをね、実際自分でも皆さん体験してほしいな、はいはい、それがそこから多分出発になっていくんだろうなと思います。ちゃんと自分の目で見て、そうですね、感じて、はい、確かめてくれるんですかね、はいはい、今度映画の話で読んでくださいちょっとね、あの今日はもう映画の話はなかなかできないので、はい、ありがとうございます。いえいえ、映画が作ったってびっくりどうもありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、これで、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週14時30分にお会いしましょう。あ、すいません、この放送はですね12月にお話を伺ったので、まあ、ちょっとコロナの状況が変化しております。ご了承ください。また来週お会いしましょう。